小国のエースになるまでを。ただ負けるな嫌いでしたよ。新しく覚えようと思ってもなかなか放れないんですよね。あの続いて北別府さんのですね、プロ入りから東証国のエースになるまでを、伺っていきたいと思いますけれども、こうプロ入りっていうのは北別府さんの中で、まあ、いつ頃からこう意識されたんですか？高一の練習試合で大分にちょっと行ったことあるんですけど、はい、まあ、プロのヤクルトのスカウトが来てるっていうことを、まあ、練習試合ですよ、はい、まあ、先輩も結構渡野伊野がいましたし、まあ、その人も見に来たんかなと思ったら、後々聞いたら僕を見に来てたっていうことだったんですよ。俺を見に来たのっていう感じですよね。だから想像もしてなかったし、ましてはそのプロ入りなんて考えてもないですし。あ、それまではですね。高3ですよね。高3の春に熊本で完全試合やった時に、あ、これはもしかしたらプロに行けるかもしれないなっていう。じゃあどうしてもそのプロ野球選手になりたいっていう思いで野球をやっていたわけではなかったんですか？ないです、うん、もう野球は甲子園が終わった時点でもう嫌いになりましたんで。嫌いになったんですか、野球？うん、あんまり好きじゃなくなりましたね。絶対なるんだっていう思いで僕プロ野球まで這い上がってきたわけじゃないですよね。だから、まあ、やるんだったらその彼一生懸命やろうと。ただ負けるのは嫌いでしたよ。やっぱり優勝もしたいし。そのプロに入って、まあ、先輩のピッチャーのボールを見てやっぱりすごいなとか、ちょっと自分かなわないなっていうところも終わりだったと思うんですけど、まあ、あの当時もそれは外駒さんとかね、カープでいえば池谷さんとか、もう早いピッチャーちょうど50年ですから、まあライトのブルペン行った時の、まあ、この人たちプロ野球別格だなと思いましたね。ユニフォームもやっぱりプロのユニフォーム着てるから早く見えるし、キレもよく見えるのかなと思いましたけど、プロで飯食うピッチャー、まあ野球選手っていうのは華麗っていうかね、流れるような方、アマチュアじゃちょっとこういうプレーできないよなっていう。そういった中でこうご自身が生きる術というか、そういったまあ技術も含めてこうやったらこの世界で生きていけるっていうのは、あんなにコントロール良かったわけじゃないんですよ、僕も。もともとがですか？もともとはストライクが入ってるんですから。やっぱ頭速いんですよ。速いけど打たれるんですよね。ブルペンで二軍戦なんかもこう半年ほどやりましたけど、すごい球を放るんだけど打たれるんですよね。俺別に球速いわけ、自分で速いと思ってませんでしたし、まあそこそこ、まあ高校生じゃ速い方かなぐらいのことだったんでね。だけどこのスピードでこのプロ野球で生きていくんだったら多分持たないだろうなと。プロ野球に入ってきて、まっすぐ、まあ、ナチュラルに曲がるシュート、今考えると先発するにはちょっと球種が少ないんですよ。そのナチュラルのシュート、こっち側があるなら向こうもないといかんよなっていうことで、まあ右バッターの外に逃げていくスライダー系、カーブ系を覚えて、新しく覚えようと思ってもなかなか放れないんですよね。抜くボールっていうのは腕が振れないですから、どうしても緩いボールを放ろうとするとふわーっと腕が緩くなるんで、まあそれでなんとか通用した。で今度はその緩いボールもスピードの変化もそうだけども、今度はコントロールをつけなきゃいけない。25で入賞しましたから、あのところはまだその緩いボールもあるけども、そこまでコントロールをどうのこの細かくっていうのは考えてない頃ですからね。ピッチャーというのは30前ぐらいで変化していく。速いピッチャーは緩いボールも覚えてその緩急をつける。その頃から緩いボールもまあ多投しましたし、やっぱコントロールというものを意識しだして、まあ、ピッチングは安定したっていうか、やっぱり毎年勝っていくためにはそういったコントロールっていうものを覚えなきゃいかんだろうなっていう、まあ昔のピッチャーはね、僕らがいた頃のピッチャーっていうの
まあ、ほとんどがコントロールいいですから。だから、まあ、今後野球する方はね、もう30前にはやっぱり緩いボールも覚えるっていうことをやっぱり頭に入れておいた方がと、あのピッチングの幅が広がるもんね。もうとにかく練習からそのコントロールにこだわったっていう。僕がこだわってからですよね。うちのピッチャーがいろいろ、まあ、今監督やってる笹岡まで300球っていうその一つのまあ球数の壁を一つのキャンプで一回は投げるっていうやりましたからね。一つの流れを作ったという。だけど最近は逆ですからね。なんで投げるのそんなにっていう。まあ投げるのが商売ですからね。まあ、でも同時期にはまあものすごい球を投げるジャイアンツには江川さんがいらっしゃったじゃないですか。かなり意識はされたんですか。まあ、その最多勝争いもされましたけれども。だけど最多勝は争えても球のスピードは争えないんですね。要は1点差で勝てばいいわけですから。江川さんとようやっぱり最多勝とか争う機会が多かったですけど、要はあの人より1点少なくやっとけばいいんだっていう。完封完投、完全試合のヒットノーランで、まあそれでダメなら変わってなんとか勝たせてもらおうかっていう、あれですけども、要はその結果が勝ちがつきゃいいわけですから。僕思うけど、先発ピッチャーっていうのはいいピッチングだけじゃダメなんですよ。だって1対0で勝ってみんながわーっと出迎えて喜んでますけど、結果的に負けがついてるわけですからね。先発としては仕事してないわけです。それ点が入らなかったもろもろあるでしょうけども、9点取られても1点少なくで自分に勝ちがつけばチームに勝ちがつくわけですよね。チーム貢献から言うと、まあチーム貢献はあんまりしてないかもしれませんね。10点も取られると長いイニング投げてないですから。だけども僕自身に勝ちがつく、でまあ最悪の場合はその少ない点数で、2番手3番手引き渡して、で途中で逆転してくれたり、そういう意味で言うと僕は先発っていうのはまあ結構中継ではね完投という言いますけども、結果は自分に勝ちがつけば十分仕事をしてるわけですから、それでいいと思うんですね。相手がその江川さんだろうが他のピッチャーだろうが、まあ、とにかくそう勝てばいいと。というか自分自身にも勝ちがつけばいいし、チーム自体も勝利がつけばもう十分な仕事をしてるわけですから。それは神経使うみたいな、やっぱりボール半分でも1個でも入ったらもうホームランされる。プロ野球イコール久保武ですからね。